40代入ると痩せにくい。若い人の動画やっても私は痩せん。腹筋やるけど腹引っ込まん。そういった方は代謝が下がってきてる原因があります。私は2ヶ月前こんな体で、現在約8キロぐらい体重が減ってきてます。そこで欠かさずやっていたことが背中を動かすことなんです。体にもし冷たいところが1箇所でもある方は代謝が下がっています。例えば胸が冷たい、お腹が冷たい、お尻が冷たい。代謝を保つことは体に熱を持つということです。冷たい部分があるよって方は、今回座ったまま一緒に背中を動かしていきましょう。マイペースでいいので、最後までいろんなメニューをやっていきましょう。まずは肩を上げて落とすだけ。こういう感じ。ぐーっと上げたら一気にストーン。マイペースでいいです。こうやった方が筋肉動くなっていう方法があれば、少しアレンジしてもいいです。いろんな筋肉の使い方をしていきましょう。オッケー。次、手のひらを上向けてゆっくり開きましょう。無理に動かさなくてもいいです。マイペースでいいです。筋肉が動いてるよっていう感じがね、分かれば、それですでに使えてますから、無理にね、広げよう、動かそうってしなくてもいいです。腕がだるくなったらね、自由に休んで、次のメニューから始めましょう。OK。今度は、後ろに、腕を回しましょう。続けて回すと肩だるくなるんで、1回ずつね、休みながらいきましょう。まだ先長いんで、マイペースにいきましょう。背中を動かすとね、体がポカポカしてきますんで、今度は手を振りましょう。楽に振ったらいいです。顔も一緒に回っちゃうと目もあるんで、顔はねスマホ見ながらとか下向いたままでいいです。体を軸に回してる感じです。OK。 今度片方だけ後ろに大きく回しましょう。遠くに物を置く感じで、大きく回しましょう。だるかったら休んでください。体の動きが悪くなると代謝下がったり姿勢が崩れるんで、はあ、OK。 反対も同じようにいきましょう。遠くに伸ばします。肩がコリコリってなる人はね、あんまり動かしてない証拠だったりするんで、痛くなければね、しっかり動かしていきましょう。痛かったらね、あんまり手上げなくてもいいです。低めで動かしていきましょう。できる人は遠く高く上げて、 OK。 今度は首をね、左右回しましょう。首を動かしとかないと、
ストレートネックになってしまうとどうしても背中の動きが悪くなるんで代謝が下がります。今度は上向いて、って口を動かしましょう。口を尖らす感じで、首の下をね、伸ばす感じで、これ結構筋肉痛くるんで。あんまりね、無理しないようにしてください。OK、 今度は片手は腰、片手は手のひら前、ボールをね、取る感じ。片方はしっかり胸張ったままで、片側だけ背中を動かしましょう。なんかにね、押されてる感じ。腕が悪かったらね、休んでくださいね。 OK、 片方休めて反対行きましょうね。ちょっと脇をね、締めとくようなイメージで。ある程度動きが真似できてれば、できてますから、ちゃんとできてるかなってね、不安にならずに、見真似でいいです。これでも背中が動いてます。オッケー。ちょっと肩がね、だるいと思うんで、初めにやった肩上げ下げ、力を抜いてリラックスしながら、肩だるい人はね、片方ずつでもね、いいです。首がね、伸びてればバッチリ。 OK、 今度は手で肩を押さえながら後ろ向きます。これで首とね、小胸筋、鎖骨の下の筋肉をね、伸ばしましょう。休みながら、反対も一緒です。さあ行きましょう。少し手でね、押してればいいです。しっかり後ろを向きながら肩をちょっとだけ押す。ああ伸びる。今度はね、一回ずつ後ろにグイッと伸ばして、今のね、片方ずつじゃなくて今度はダブルでね、伸ばします。力を抜いて手を後ろに伸ばす。肩上がらないようにね、落としてください。背中がね、動いてもここが動かないとね、伸びないんで。 OK、 今度
今度はちょっとね、左右に楽にね、揺れましょう。体の力を抜いて丸を描いたり左右に揺れたり、ずっと座ってるとね、腰痛くなることあるんで、今度は肘曲げたら上に一気に伸ばす、一気に伸ばす、グー握ったら上でパッ、物を投げる感じ、できれば真上、1、2、一気に肘を伸ばして、何かを持ち上げる感じ、オッケー。今度は片方ずつ前に砲弾投げするイメージ、右利きでパーグーをパーにする感じ、遠くに伸ばす、その時にね、肩甲骨から一気に前に出す感じ、片方はね止めたままで片方伸ばす、OK。 今度は今ので掴んだものを引く、後ろに一気に引きます、ハンターは引っ張る、ひねりながらね、ひねりながら引っ張る、 OK。 さあラスト、前に伸ばす、斜めに伸ばす、上に伸ばす、3方向、前、斜め、上、前、斜め、上、しっかりね、引いて投げる、引いて投げる、OK。 毎日続けることで代謝が高く保たれます。綺麗に痩せましょう。